新幹線で行っとったもんたまたまね、うん、あの時間があったと要は、うんうん、あの約束の時間まで、はい、それで品川の本屋さんで見たら、はい、あいいやんと思ってちょうどチラチラって見るのにいいなと思って撮った本がそれ、うん、だからそれこそやっぱそうよ本屋さんの並べ方が良かったけんその点撮ったよ、うん、そういうのもなんか縁があるかもしれないですよね。そう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 。であの哲学書って嫌いじゃないって私昔からそれこそ論語じゃないけど、はい、これってねでもね今からショートしよう広告もさ直接店の広告じゃないって私うちの近所の広告にさ彫刻あの電柱広告にこんなのにしようと思ったでしょう。検索見たらうち春待ちしてんだとっちゃうけどあのもうあれよ店にすぐ見えるとこの電柱広告よもううちでわかうちは見えるとったねそれの一番近いところのか電柱にこんなのばちょくやろうと思うわけ。おあの春待ちで入って。あ、本当っすね。これもちろん私の歌じゃないけど、これあの有名な歌とよ。あの和歌を嫉妬してやったら、ちょっとこう嫉妬してやったら、ああ、あの歌かって嫉妬を歌わない。花をのみ、松らん人に山里の雪間の草の春を見せばえ。桜、梅は咲いたか、桜はまだかいなって、もう梅とか桜とかほら、こうメジャーな花、はい、ね。のことはみんなワーワー言うと、ね、だからつまりメジャーな商材のことはみんなワーワー言うと、ね、でもこの良さ知ってるっていう話だわけよ。あ、うん、あ、なるほど。そう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 、そう。でこれを電柱のとこに貼るっていう。そう。へでよく見ると春町店検索になっとうけん。ああ。うちの広告ってわかるっちゃけど。これにしようと思いようと。めちゃくちゃいいですよね。すごかろこれ。こんなことがしようとしようと。これもう、だけど店の先生じゃないっちゃう、これ。今までないタイプ。聞いたことないタイプ。ただね、ほら、例えばさ、第一薬科大とかやったらさ、体欲は無欲に似たりって書いてあるような電柱広告やったりするんだ。へぇ。塾の看板とかも、努力は実るとかさ、Do your best とか、You can do it って書いてあるやない。なんかほら、別にそこの塾に通うわけでもないし、その薬科大に行くわけじゃないけど、見た人がさ、なんか、って思わん、その言葉を聞いてさ、なんかこう、勇気ももらえるやん。っていうような、なんかこう、見た人にプラスになる広告。余裕のよっちゃやろ、こんな広告が出そうっていう時点。余裕のよっちゃ。何巻ぐらい通ってたかじゃない？大丈夫この人。余裕があるってことですよね。あ、でも。なんこの余裕どっから出てきてどうだったみたいな話じゃないこれ。でもなんかほら。おしゃれですよね。あの競争しない経営、ブルーオーシャン戦略、あ、競争しないんですよ。これ誰とも競争してないやろ。あよく見たら、よく見たら、よく見たら。でしかも内容がそういう話ない。花を飲み、松らん人に山里の雪間の草の春を見せばや、春を見せたいっていうわけ。あなたにも知ってほしいこの良さを。うん。っていう歌な。昔これ平安時代のからあるとよ。これで古典を学んで今を学ぶみたいな。だって吉田松陰の言葉って昔々のもう歌終わったことばっかもしれない。でもそれはあなた紐取り行くやない。今に生きとうやろ。そうやって、ね、ほら生きてますよ、ね、そういうことでしょ。古典とか歴史はなぜ学ぶのかって言ったら、未来へのヒントが残っとく書いてあるけど、うちの社長と全く、ね、なんか社長と私話し合う。いやでも本当ですよ。本当？あ、いつも言うよ。いや本当に今言われたのも、うん、メールで来るんで。そう。男はかあの歴史を学ばんとその未来とかそういうのも見えてこない。じゃあ女は学ばんでいいと。でいやなんかまあ男性社員に葉っぱかけるためにまあ男はって言ったんだと思うんですけど。でその男ってねこの時代の本当は怪獣漢字の漢ですか。そう。そう。あれってどういう意味なんですか。男どう違うんですか。男と男の違いを学びなさい。こんなものは女に聞くもんじゃない。あ、本当ですか。取り上げた。こんなのは女がこうよっていうもんじゃない。漢と漢の違いは、はい、この人福山雅治じゃない。うん。うん。じゃあもう福山雅治はこっちじゃないよ。あ、じゃあ別にいいとよ。福山雅治っていう存在はいいとよ。でも、感じゃない。うん。
言ったら少し分かった。分かります、うん、カンっていうのは男が惚れる男だ。あ、もしかしたら向山さん好きっていう男もおるかも、男性もおるかもしれん。でも男がかっこいいこいつと思うのがカンだよ。あ、分かりました。あの、まあ、今で言ったら、あ、ごめん答え言ってしまったらいかん、これ言ってしまったらいかん、ね、あのラグビーの五郎丸とかそんな感じです、ね、うん、でもそれはそのなんて言ったらいいのかな、うん、それはだけじゃ あなたの尺度がその尺度。はい、男が惚れる。うん、いやだけどその吉田松陰とかだとね、あの世界、あの時代だと多分一番ものが分かった人は西郷隆盛が菅の中の菅って多分言うと思うよ。へえ、うん、西郷隆盛が菅ですよね、とかそのなんて言ったらいいとかいな、うん、正義菅とか言うやん、はい、あの感じるの菅じゃないじゃん、こっちなんよ。うん、でこれがもし早死にしたとしてもね、うん、ね、かんないよ、結果的にかんないよ、あのね、うん、いやいいことじゃないよ、いいことじゃないけどね、例えばさ自分の任務を果たすべくさ、あの命を落とすじゃない、行き過ぎたけど、もうそんな頑張らんでよかったのにって、はい、セブンイレブンのほらあれでから追っかけてから、うん、あの学生のアルバイト君が刺されて亡くなったよね何年か前、彼はかんないよ、ね、そうか、でも女性でもあったよ、おじいちゃんが足引っ掛けにしちゃってカン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 って踏切でおじいちゃん助けてから自分が亡くなりじゃない、40代の女性が、 あの人国から表彰されるやん、 あの人は女性やったけどカンない、それがカンです。それがカン、そう、じゃあそこまで極めたらね、じゃあそれを人に求めるのは違うと思ったわけ、うん、それは自分の中で求めるだけあれない、春風秋草、人に優しく接して自分には厳しく接しろと。だけいざってで、いざ出た時の行動が最終的に人が勘と評価するわけ。あ、うん、分かった。でもそれをせろしろとか絶対言わんよ。はい、でも、うん、もう夢中でそれをするってことよ。うん、ただそうなの、究極この話しだしたら人を殺してしまうっちゃ、そうやって正義感だけ。だけこんな時は人の今度はそれを携わる人間っていうのは何もない無事っていうことをせな、あの指導せない関係、ヒーローになるなっていうことで指導するわけ。だってそんなことで人殺してしまいかんやろ、はあ、でもそれをしてしまう人は勘ない、はあ、うん、そういうことしたら素晴らしいって言われるよって、素晴らしい人になれなさいっていう教育は間違いない、あ、はあ、あの特攻隊とかなんかの煽ったように、はあ、あれは違うわけ。そういうふうな気持ちでやろうと思う人がおる人は勘。あのね、日本の文化とか日本の学問とか日本の考え方っていうのは中国の猿真似だっていうのをずっと昔から西洋人は言ったと、ね、そういうにも定説があったと。だけどそれを学んだあのイギリス人が、いやそんなことはないって、日本の文学でこれだけのことが書ける、これは世界に通用する文学だっていうことでノーベル賞とかなんかを取る時のあれに、あの話が来た時に、日本のあの文学であなたが紹介できるような、要するにノーベル賞とかなんかに出せる人を候補を挙げてほしいって言われた時にね、あの候補を挙げる人がおっしゃったけど、ね、でその時にね、あの今のトレンドから言うと、あのこの人だけど、あの年功序列で言うとね、日本人っていうのは要するにあの今のトレンドではなくて、ちゃんとその源流を見て、であの人気のある作家が年齢が多い人がおれば、年齢の多い人からまず紹介するじゃないと日本人はうんって言わないだろうって、ね、そういう文化があるということで、あの要は川端康成をその時に推薦しちゃうわけ。だけど川端康成があのあれ賞を取りにしないね、一番最初に。なんていう賞です。ノーベル賞取りにしない、ね、ノーベル文学賞。日本文学で初めて取りにしたのは川端康成よ。あ、そうです。でそれを紹介した人がね、今度関東大震災、あの震災とか、関東大震災じゃない、あの三陸沖のあの震災になった時、外国人がどんどん逃げ出ししたよね、うん、その時初めて日本人の国籍取りちゃう、日本にいますって、うん、この人勘やろ、うん、その人を勘と評価せんで、つまり危ない時に逃げ出すネズミじゃないとよ、うん、こんな時やけんこそ日本にいてね、うん、私の大好きな愛する日本にいたいってにしちゃって、初めて日本の国籍を取ろうってにしちゃったよ、うん、で取りにしちゃったけどね、この人勘やろ。分かった。分かりました、うん。逃げない人、もしくは窮地に追い込まれた時、初めて力を発揮、自分を発揮する人。うん、ね？それは勘や。こういうのを教えてほしかったですよね。
あ、だからこんなの私はでも私が小学校いやだから私はお茶の先生だったらこんなこと教える先生あビジネスマンなんでこんなこと知っとうのと生き方が違う、うん、だって同じもの見ても色が違ってくるもん、うん、かあの匂いが違ってくるよ、うん、ね同じ水飲んでもその水の味が違ってくるよこんなこと聞いとったらだけ学ばねえが、ね、感じるために五感を研ぎ澄ますためには学ばねえが、ねうん、それが一つの本でありそれとは誰と付き合うか、これも大事だ、ね、ちょっと高ぶってきましたけど今日ね、そうそうそうもう寝れないかもしれない、ね、もうやめてください、うん、で一枚よりも寝れませんみたいなだけなんかさ、今さ、何を言ってもさ、こんなの出した人もいますとか言ったらさ、全部さ、あの銀行の支店長さん、いいと思いますって言っちゃったら、いいと思いますしか言いしゃれったら、いいと思いますし、みんな言いしゃれっけ、いいと思いますって、イエスマンではないって、だから、ダメですって言ってくれる人がおらんばやけどさ、いいと思いますって言いしゃれっけ、ちょっとしてみようかな。よ、いいと思いますって。どうやると思うな。あの何回な仕事しだすとさ、はい、あの私ほらこれずっと仕事ばっかりしかしてきてないけん、はい、男性がいかにその最前線で本当にやりよう人がどれだけ大変かとかいうのが分かるけど、はい、専業主婦はちょこっとしか腰掛けぐらいしか仕事しとらんけん本当の大変さ知らんもんね。それはもうやっぱ話したら分かりますよ ね。だけど奥さんとしてこう仕事どのことかってやっぱこう家のこと守ってもらいたいとか言ったらあんまりこう発展的な人だと困るやん。やっぱ家のことしてもらうと思ったらそういう腰掛けみたいなタイプの人の方がやっぱいいもんね。家のこときちんとしてくれる人もね。だからこれが当たり外れがあるって結婚してからお互いいいよかもしれんけどさね。いや僕もいやけどほら頑張りようけど結果出してこんだんだって言ったらやっぱ奥さんから見たら外れなわけやろ。そうですね、これは難しいです ね。難しいね。けどさ、なんかずるーくうまーくこう、なんか表面だけうまーく泳ぎよう人とさ、この人本物だなっていうのって見分けれるようになっとかないかんよね。社長、でもそれはその まだ僕も若いですけど、昔に34なんですよ。若くないよ、もう結婚したときに取っちゃうから。いや、もうしてたんですよ、僕。してたのね。元。ってことは、バツイチ？バツイチです。あ、でも私一緒やね。あ、本当ですか？ごめんね、1回ぐらい私も結婚させてよ。いや、僕も、いや。私はね、26の時結婚して、32の時に別れて、今私49です。6年間だけど僕早かったですね。あ、そう。もう2年3年ぐらいでしたね。いや私はたまたま子供ができんかったもんやけどさ、大喧嘩になった時にさ、子供があの子はかすがいてよう言うちゃうよね。はい、いや僕もそうです、ね。うん、最終的に子供いなかったんで。子供がおらんかったらさ、やっぱ別れるね、はい、いないと一緒にいないといけない理由がなかなかないよ ね。子供があったら冷静になるよね。いやそんなね。いや僕もいたら多分考えてたと思うんですけど。いやだけどこの子をやっぱりね、はい、それは一人で育てるのは絶対お互いこの子にとっていいわけじゃないって思うよね、はい、母親のぬくもりとか、はい、父親だけしか教えられないなんかあるやんない、はい、ね、やっぱこれ、うん、ここにおるかおらんか子はかすがいてよう言うちゃうよ。あのかすがいってどうなのか知っとうだいたいこんなのまでこうすくめとこれがかすがいよみたいなこれがかすがいかって見るときあるよ、うん、あでねあのこれ楽に出てくるけどさこれがかすがいこれカスガイ。これがなかったらボコボコで抜けるやん。ここのこのこれがカスガイ。何かをさ、まあ、ここのカーンってここ感動わけ。それでこう開いておけ、ここ開いておけって出らんで出らんわけ。これがカスガイです。ありがとうございます。だけんあの子はカスガイっていう言葉の時、あの落語で落ちる時これ持っとんしゃよ。子はカスガイのカスガイってここのこれカスガイ。そうあとからこの言葉を知ったらさあのおーって思うもんね。ああ4時あ、はい、お先に失礼します。あの表現物を読んでそこの丸の下のとこに置いてます。 ありがとうございます。時間あ大変でしたねすいません長いこといやいやいやいいですいいですよ。
いいでしょ。あのね、でさ、ごめん、ね、佐々木さんが急に来れなくなった日、はい、ね、これは島崎くんにあのお説教になるかもしれんけど、月水金で、まあ、LINE アットをあえてアップしますって、もともと決まっとったわけやね。でその日が、まあ、佐々木さんが出せないから出せないってなった時点で、はい、小石さんにやっぱりそれを要するに出すように結局要請するか、あ、それが無理だなと思ったら、小石佐々木さんの水曜金曜日に帰るけ、あ、これはちょっと場所変えて簡単に出せるものをアップしておくとかね。ああ、ね、その日がぽっかりになっちゃった。そうだから、それは考えないからよ。すいません、気がつく。アップしますって言うとで、要するに佐々木さんがおらんことだった。もうアップ終わり。それない。それはいかん。よ。だけど、なんとかしてアップせないかんってことも考えないか。だけど、小石さんに要請するか、それか、いや、ちょっとそれは急にパッて言っても無理やろうと思ったら、あ、ならちょっとこの順番変えて、今日は18金と買い取りの方のやつもアップ。だってあれは簡単にできるやん。臨時で。ね。わかりました。そう。気がつきませんでした。だけ、佐々木さん、要するにアウトプットすることじゃない。ほら、要するに、例えば小石さんが急に今後となったら、小石さんのその中の仕事ってほら、別に後から手、よっぽど誰かが手つけるよりも、あの、もう何も触らんほうがいいことがあるやろ。でも、あれってアウトプットすることやね。だけ、あ、それやったら、じゃあ臨時でここは差し替えとこうって考えて、なんかしとく。だけ、要するにできんかったらできんでいいっていうのとやっぱちょっと違う。でまあ120点の極意の中に入るって言われてするんじゃなくて、あそこで、あ、これやったらここば公言してこういうふうに変えとけば今日はいいなって。だけどそこを臨機応変に考えないかって。だけど普通じゃないとことが起きたときに。だけどまあ、気が働く佐々木さんがちょっとそういう風にしとってくださいって言ってくれとったらまたちょっと違ったかもしれない。だけどその場その場で、まあ、なかなかでも急にアレルギーなわけね、そんなこと言うとないですよね。うん、で本当は小石さんも3人でちょっと登るときに話したかったなと思ったんだけどね。うん、そうで、いやだけど穴が開くわけよ。だけど通常じゃないときに進化が問われるって、うん。いつもじゃない。知っとかなきゃいけないところですか。そう。つまり、向こう側から外のことやけん、また来れる日に来て、こすできる仕事じゃなくて、月曜日にするって決めとうのやったら、じゃあそれができないってなったら、どうするかっていう考えがね。だけど本当は、そこが、ちょっとこう考えてくれたらいいなと思って。月曜日はできませんでしたで終わらせて、それで、その、で終わっとったらやっぱりいかん。だけどほら、月曜日に何をするって決めとったけど、そこが変わってもいいやない別に。それ、そういうなったっちゃけ。その状況に応じて、ね。そう。したらアウトプット、要するに、月水金って決めたなかったら、月水金でなんとかなるように持っていかないかん。ね。おかしくなかろ？決めたんやったらせないから。あのね、言いようこととしようことが違ったらいかんのや。あのね、信用につながるといい原稿不一致が一番いかんちゃう、うん、決めたんならやる、言わんでやるのが一番いいんだけど、せめて言ったことは辻褄があとかないか、うん、OK、じゃあそんな風にするためにはどうしたらいいかは考えるか、うん、ちょっと本当は3人おるときに話したかったですよね。ちょっと私が着替えに行ったのが2時で、食べて帰ってきたら2人一人しちゃったけど、その話して終われたのお客さんまだ気にしちゃって話して帰る。あ、こうしたら佐々木さんもちょっと、まあ、もう時間、はい、で、もう大丈夫と、はい、大丈夫と、奥主人、あ、息子さん、そう、1週間ぐらい見て、それでもまた収まらなかったらもう一度返しひどかったじゃない、はい、そこまでは、ひどくはなかったんで、うん、原因がちょっとわからないんで、もともとアレルギー体質ではないんですよね。体調がやっぱ体力落ちてたみたいで、いや気をつけてください。はい、お疲れ様です。